ずっとやっぱり笠原さんって正人を自分と向き合うまでに作ってくれてんだなと思うと、やっぱりこっちもこうで、それでパッて向き合った時の快感つったらないんですよ本当に。僕演技1ミリもしてないです。すごい。それすごい覚えてますね。ちょっとあの時でも本当そうでしたね。ちょっと今思い出しましたけど、そうそう、パッドは用意してなくてね、あれ、うん、どうするつもりだったのかなと思って。でもあったんですよ、下の階には。だけど空見てて雨降る、どん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 強まってきたから、もう今だったらまだ撮れるって言ったら、もうすぐ撮りましょうって僕は言っちゃったんですよ。そうですね、すげえ命がけだなやっぱりってね。それぐらいアドネラリンがやっぱ出てましたね。パッド話やね、お互いに。あの子供とかはい、じゃあ次のシーンでとか切って、笠原さんもちろん次のシーンはこれだったわって、うん、だけどスタッフさんがその前のシーンだと思って言ったみたいで、これからの、はい、用意、はい、うん、だからパッド抜いてあったんですよ、うん、そしたらザクッと入るシーンだったのお互いに言われて、俺もえ、それあれでもその前のシーンのようなこと言われてたんでいいかなと思って、ザッ行って言った俺、行って、うん、行って、あ、すいません、パッと入ってなかったですけど、入ってないですって、うん、本当にここにこうちょっと、うん、竹道でもこう、うん、やっぱり刺さって、うん、先っぽはあんなの目に刺さったりしたらもうね、大怪我ですから。刺さって確かこうやって回してこう後ろ向きなんですよ。そんなシーンでしたよね。そうです。だから全くそんな確認もしないで、でそれで笠原さん下にさしてグリグリって言ってくださいみたいな。ああ、グリグリ痛いって言われて、え、あ、じゃあ大丈夫ですかみたいな。そうでしたね。うん、それはもう過去です。笠原さんの場合はもうご自身でね、腹決めていただいて、もうなんかね、もう撮りましょうって、時間もったいないからみたいな。雨が悪かったです。そういうのをさ、こうやってこうもう一回こう皆さんにこういうね、メイキング裏のあれをもう一回見てもらいたいね、そういう面で。量がするような迫力と大きさを持ってる人、うん、だから視野が大きいので、うん、やっぱり大きい人じゃないと弱いもの以上見えちゃうよと、うんうん、だからとにかくタッパがあって、うん、視野より身長があって、でその迫力を出せる人、うん、っていうことで監督がこうずっと悩んでたみたいです。あ、そうなんです。最後の相手が本当に強敵に見えないとダメだよねっていうことで、どうしようどうしようって言われてました、うん、でそこはもう近藤 P と、うん、とにかくキャスティング走ろうねって言ってて、自分は全然そこからの外で、うん、で多分あの津田さんと笠原さんにお会いしてみたら、はい、で笠原さんが受けてくださったっていうのを後から伺って、いやすごい人を見つかったよみたいな話しましたよ。本当ですか。で台本もらって、やっぱりなんだろう、アンドレ・ザ・ジャイアントみたいな人が書かれてるわけですよ。ああ、はいはいはい、これプロレスラーとか、うん、そういう人じゃないと成立しないんじゃない、うん、でしかも、うん、意外にすごい喋るんですよ、あ最初の台本で。僕にこのアンドレ・ザ・ジャイアントは、うん、なんなら本当にプロレスラーの方とかを、うん、やっぱちゃんと芝居させてからさ、うん、って監督も言ってて、まあ、芝居は分かるんですけど、これこのままだと本物のね、うん、師範と僕がどう、やっぱりね、さっきおっしゃられたように強敵に見えなきゃいけないし、うん、お客さんが見てやっべえやつ来たぞっていうふうに、ね、思わせないといけないので、うん、ちょっと強さの方向を変えてみたらどうですかっていうのを提案させてもらったんですよね。ああそう、こいつちょっとおかしいじゃないけど、それって笠原さんのアイディアだったんですね。アイディアというか提案させてもらったんで、プランだね。だから本当にそれであの真っ里像ができたんだ。そうなんです。だから大きい人が来るっていうのをパッて見た目にお客さんから見たら怖いけど、うん、例えば普通の人に見える人が刃物を持ってスーッて来たら、で何の躊躇もなく人を殺すようなことをしてたら、それは怖いですよね。で虫を殺すようにスッて、何の躊躇もなくスッスッて、で表情も変えずにやってる、そういう人が来たら怖くないです。そっちだったら僕少しやれるかもしれませんって言ったら、おって言って、それいいなって、それで行こうって、あ、
だったら、このセリフとこのセリフとこのセリフ喋りたくないんですけどみたいな、あーもうそこからもう監督全部あーって言ってわけだけで笑いながら、じゃあなくそうみたいな、あれそんな簡単でいいのって思うぐらい、あじゃあこれもなくそうなくそうって言って、多分その東京にいらしてくれて稽古やってる時とかもまた台本持ってって、監督ってこれもまさとは喋らないんじゃないですかねこんなことは、そうだった、そしたらもうその時にはもう監督もニコニコしながら、そうだなじゃあ切っちゃおうみたいな、やめようみたいな、このセリフは、うん、あーぐらいでもいいですから、うん、いいんじゃないかみたいな、もうそこからもね、で現場に入ってからも監督これっつっていろいろ説明するんじゃなくて、俺が殺したって片言のように喋るぐらいでいいですかみたいな、それでいいよ僕はそのセリフを覚えたくないとかじゃなくて、覚えては言ってるんですけど、それはもう本当にあんまりこう右脳というか浅野、左脳のそのこう言葉でインテリ系のあれじゃない方向に行くためには、やっぱりセリフが邪魔で、お前に対してどの方のお前だってどの方なのってね、戦ってる時に喋るのってちょっとな、だったらもうそれはもう全部うめき声とか息遣いとか、まあ、それこそ雄たけびじゃないけど、そっち側でやれたらなとかって言ったら、もうそれもう本当に監督側も喜んでくれてたから、すごくなんか提案しがいがあるというか、そこも監督と一緒に作り上げることができたので、そこも楽しかったですよね。ほとんどだからセリフ喋ってないんですよ僕。自分でこれ言わなくていいですか、これも言わなくていいですか、これも最終的にほとんど喋ってない。うん、そうですねでも監督がやっぱりおっしゃった通り、正人像を監督自身もこう模索してたんじゃないですかね、うん、どうあるべきなのかなっていうか、正人っていうキャラクターが最後の強敵が、うん、それを笠原さんがどんどんこう役者としての提案をしてくださったんで、うん、決していい加減な人ではないので作品に対して、はい、だからうんって言ってるのはダメなのはダメだよって言う人なんで、うん、おそらくこうどんどんこうそうだよなっていう、うん、そこだよなっていう笠原さんにも多分こう信頼が増えていったじゃないですか、ね、その提案の中でだと思いますよ。自分は監督の性格あれからもお付き合いさせていただいているのは、決していい加減にうんとかってやるタイプではなくて、こだわりもちゃんとダメダメそれはやらないってスタッフにもダメなのダメって言ってますし、だからでも正人像に関してはあそこクライマックスなので、結局あそこでこければアクション映画としては成立しないわけですよね。最後にブルースリー死亡遊戯だったら最後のあの一番でかいやつだったりするわけですし、あのイメージがあるんじゃないかなと思ったんですよ。うん、でもそこまでじゃないじゃないですかでもそれをあのままやったら失敗してたと思うんですよね。だからそこで監督も分かられてると思うんですよ。最初はそうでもいやそれベタすぎるよなっていう、その時に正人像ってどうあるべきなのかっていうのは今でになって思うんですけど、監督自身も模索されてたんじゃないですかね。そこに笠原さんがいちいちこうそうだよそうだよなって、そっちだよなって、そうだからもう見事に怖い正人がそこに現れましたね。怖い狂気と言われる怖い、あ怖い、だからうちの生徒同情生の子供たちを見たりしてもなんかうわやっべえって言いますもん、笠原さんのそのキャラの正人にね、うわやばいよこの人ってそれ怖いんですよ。そこはやっぱ監督がやっぱりこう受け入れてくださったというか、うん、それで行こうそれで行こうって、本当になんかあの孫とおじいちゃんだけどすごい可愛がってもらってるなって思いながらも、ああそっかそっかって、本当何か言うたんびに、うん、提案するたんびにこうどうですかねって言うたんびに、そっかそっかっつって、お前がやりたいようにやれみたいな、ああいいんじゃないやってみろみたいな感じだったから、僕も現場で乗って監督にちゃんと見てもらおうっていう、口で説明するよりもいいやれやれやれみたいな感じだったから、そこはこう背中を監督にやっぱ押していただいたっていうのがありますよね。本当ですね。そうか、笠原さんと監督の間でのこれ正人像っていうのはそうやってできていったんですね。うん、最初はそれ初耳ですよ。なんかあそうですか、その狂気のねあの感じっていうのが、もちろん監督笠原さんが演じられていくうちにできてやがったのはもう役者さんとしては当たり前だと思ったんですけど、うん、そんな初期の頃から、うん、台本の頃から笠原さんがやっぱこうであれっていうふうに正人像を作ってくださったことと、監督との
なんていうんですか、シンクロというか、そういうことだったっていうのはちょっとそこまでだと思いませんでしたね。最初はやっぱそこで大丈夫かなって、やっぱ自分で不安だったんです。師範と立ち向かうためにどう相対するのかっていうのは非常に不安だったし、あと確か武器もサバイバルナイフかなんかだったんですよ。ああそうでしたか。本庄、はい、これ日本刀とかにできませんかとかっていうふうな話もあって、やっぱりこの距離で、ね、こうやってるのと、このどうしたってこっちの方が優位に見えるっていう、それはルックの問題でもそうだし、あと僕がちょっと日本刀扱えたっていうのもあったんで、やっぱり本物の空手家の方が前にいて、俺はね俳優だけど偽物の何のあれもないんだったら、自分の得意なものをまず持たないとっていうのもあったんで、これちょっと日本刀で行ってもいいですかと考えとく、それで作ってくれたんですよね、まあ、里親のやつは。だからもうできたら早くくださいみたいな、自分の手に馴染ませたいんで、撮影期間も結構コンパクトだったから、でもう送ってもらいましたよね、確かに家に事務所に送ってもらって、でもそれ持って新幹線乗れないから送り返してくれって、あれだともう本当握りながら持っていきたいんだけど、そしたらまたちょっと何かこう小道具さんがちょっとこう手を加えてくださって、そしたらなんかちょっと持った感じが変わっちゃって、それもあった現場でずっと持ってたもんと思います。なるほど。手に馴染ませ、ずっと持たれてましたもんね。馴染ませないとと思って、それはさすがだなと思ってましたもちろんその獲物との一体感もあるでしょうけど、やっぱり笠原さんは常に正人を離れずみたいなね、風に、もしかしたら自分の何て言うんですか、ちょっと深い目過ぎたかもしれませんけど、でもあながち、まあ、間違ってないと思うんですよね。不器用なんですよ。そこが好きでした、すぐ本当にテレビのチャンネル変えるみたいにパチンって入れればいいんですけど、やっぱりそこがこうグラデーションというか時間がかかるんで、だったら助走距離かかるんだったらもう前もってゆっくり自分のチャンネルをこう変えていかないと、そこのモードというかその人物というか、そういう草原さんが好きだな。なんかあの、なんだろう、不器用っていう方に限ってね、やっぱりその持ち味が、プロの持ち味がね、いや、なんかやっぱり何ですかね、一緒にあれだけ向き合うと、パチッて入られる方はパチッて出れる。うん、けど、はい、残ってるじゃないですか。そうなんですよ。そう、自分もそうなので、こうなんかそこもすごく心地よくて、なんかこう正人とこう対峙するときにこう入っていく過程も同じような感じで、ずっとやっぱり笠原さんって正人を自分と向き合うまでに作ってくれてんだなと思うと、やっぱりこっちもこうで、それでパッて向き合った時の快感つったらないんですよ、本当に。最高です。はい、ありがとうございます。